彼が家に来てから僕の生活はめちゃめちゃ孤独だ。父さんはイオと僕を比較してヘマやるとすぐ無知でぶつし、お前だけはリオが何したって僕の友達だよね。誰だ今の女の子。僕をじっと見てた。どこかで会ったことのあるような気もするけど。あ、僕のハンカチ。思い出した。人形を取られて泣いてた女の子だ。ハンカチ洗って届けてくれたんだ。ブドウありがとう。ねえ、明日もここにいるから君もおいでよ。黙ってたったの一言も言わないで。女の子って可愛いな。それに改めて思い出すに、あの子抜群に可愛いぞ。ジョジョはまだいじめさと落ち込んだ気持ちが続いていた。恋、その奇跡な好奇心がジョジョを行動させた。たちまちジョジョと女の子は友達になり、ジョジョは彼女に夢中になった。やあ君、エリナって名乗るか。ジョジョと遊びに行ったろ。あいつ最近浮かれていると思った。こういうわけだ。やった！さすがディオ！俺たちにできないことを平然とやってのけだ。そこに痺れる、憧れる。君、もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。手段は問題ではない。キスしたという結果があればいい。これでジョジョとこの女の仲も終わりになる。ジョジョに会っても気まずい思いを抱くだけさ。この女が親からレディの教育をなされていればなおさらだ。ジョジョの心に砂漠を作ってやるため、奴には決して友人とか恋人は与えん。そして生きがいのない奴は古き人間になる。ああ、見ろ、こいつ一体、こいつ一体何考えてんだ。泥水で口を洗ってるぞ。こいつは頭がおかしいんじゃねえか。ディオにキスされたのがそんなに嫌だったとしても、なんで石鹸でなくてわざわざ泥で洗うんだ。近くに川もあるのによ。この女！ドキ！わざと泥で洗って自分の意思を示すか！そんなのはつまらんプライドだ！くそ！なんてことだ！思わずカッとなってしまった。このディオともあろうものが、たかが女ごときに。もういい。行こう。この日のディオの行為は、子分たちの間で話題となり、それは、ジョナサンにも伝わった。ディオー！人の名を！ずいぶん気安く呼んでくれるじゃないか。それに思いっきり握りしめている拳、一体それでどうする気だ？決して許さない！この家に来てからの君の僕に対する嫌がらせではない！僕のことなどどうでもいい！ほっほう、さては聞いたな、あの愛しのエリナのことを。そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。
ジョージョ、見苦しいぞ、嫉妬に狂った姿は。彼女に対する侮辱が許せない。徹底的に叩きのめしてやる。それも正々堂々とな。そうすることによって自分はもうこのデュオには勝てないということをジョジョ自身の体で覚えるからだ。喧嘩でも人生でもな。新たな力が湧いてくる。クズが一発かの程度か。フィッタコがフィッマヌケがこの程度か。マヌケがかな。やっつける。バカめ。ラコが。ラコが。いいぞ。新しい力が湧いてくる。いい感触だ。まだまだ。まだまだ安心するよ。この程度か。ヤクモ、ヤクモ、ヤクモ、この僕に向かって。涙。この汚らしい。二人とも一体何事だ。父さん。男子たるもの喧嘩の一つもするだろう。しかしジョジョ。今のは抵抗もできなくなったディオを一方的に殴っていたように見えた。紳士のすることではない。え、違う。言い訳無用。部屋に入っとれ。
二人ともだ。後で二人とも罰を与える。そして7年の歳月が経過する。ジョジョは一人ぼっちのままどのように成長していくのだろう。石仮面は静かに時を待つ。お父さん、ご気分はいかがですか？うん、だいぶいいよ。ただ、咳が止まらないな。今日、医者に入院を勧められたよ。入院？それはしない方がいいです。病院は施設が悪いくせに、儲けることばかり考えて入院を勧めているんです。終わったよ。自分の家の方が安心していられる。胸の痛みもなくなったし、手の腫れもだいぶ引いたみたいだ。父さん、早く元気になってください。本当に。ところでディオ、ジョジョ、ラグビー大会優勝おめでとう。え？もう知ってるんですか？大学の友人がさっき来て教えてくれたよ。ひどい友人をお持ちです。僕らは真っ先に喜ぶ顔が見たくてすっ飛んで帰ってきたのに。でもジョジョ、優勝できたのは君のおかげさ。そんなことはないさ。ディオのトライが決まったから優勝できたんじゃないか。いいではないか、どちらでも。二人ともよく頑張った。素晴らしい息子たちだ。ディオ、君は特に頑張った。卒業したら、なりたいものになるがいい。援助は惜しまない。君は私の家族なんだからね。貧しい出身のこの僕にチャンスを与えてくれて、ありがとうございます。ますます励みたいと思います。ディオが正式な養子になり、僕の父をジョースター卿でなくお父さんと呼ぶようになってどのくらい経っただろう。7年か。あれから7年も経つ。ディオは親しい友人のように接してくるが、正直僕は彼に対して友情を感じていない。ディオが言ってたな、考古学が金になるのかいって。彼らしい言葉だ。しかも的を射ている。だが僕は魅力を感じてきた。この仮面の血だけに反応し、精巧な仕掛けで作動する僕だけが知る秘密。この仮面を作った者は一体何を考え、何を目的として制作したのだろう。そして何よりも、覚えていない亡き母が旅行中に買ったという死母の情もある。しまった。高価なものでなくてよかった。父の本の間に古い手紙、ダリオ・ブランド、ダリオ・ブランドだって。ディオのお父さんの名だ。ディオのお父さんが僕の父さんに宛てた手紙、7年前だ。へえ、こんなとこに紛れていたのか。そういや、ディオの父さんが死を覚悟してこの手紙をくれたんだったな。死の直前というのはどんな文章を書くのだろう。読みたい。7年前のだ。
読んでも構わんだろう。いつもすみません、ディオさん。薬をあげることぐらいたやすいさ。歳は取りたくありませんな。階段を登るのが結構苦になりました。何、構わんよ。ディオ、今その薬どうした？7年前、君のお父さんが出した手紙、偶然見つけたよ。よも、私は今病にあります。多分死ぬでしょう。わかるのです。病名はわかりませんが、心臓が痛み、指が腫れ、咳が止まりません。私が死んだらどうか息子のディオを。僕の父さんと同じ症状だ。一体これはどういうことだ、ディオ。君はいつも父さんに薬を運んでいたのかい？おいおい、一体何を言い出すんだ。答えろ。ああ、そうだ。それに僕の実の父と病状が同じだったかもしれない。君は一体何が言いたい？その薬、調べさせてもらう。ジョージョ、その薬を調べるということは我々の友情を疑うこと。友情を失うぞ。ディオの目に威圧されて目を伏せてしまった。これもあくまで疑惑に過ぎず、僕の心にも確信がまるでないからだ。しかしディオの気持ちを試す方法が一つだけある。ジョジョ、その薬を盆の上に戻せよ。そしたら君の馬鹿げた考えのことは忘れよう。ディオ、紳士として君の実の父ブランドー氏の名誉にかけて誓ってくれ。自分の潔白を。自分の父親に誓えるなら、僕はこの薬を盆の上に戻し、二度とこの話はしない。もし僕の恐ろしい推理通り、自分の父親を毒殺しているなら、何らかの反応を見せるはず。いや、彼の誇りに対する性格から誓いはできないはずだ。ディオ、さあ誓ってくれ。誓いか。いや、俺の前であいつの話はするな。あいつの名誉に誓うだと勘違いするな。あんなクズに名誉などあるものか！ジョジョ、薬を戻せ。そして手紙を渡すんだ。君への疑惑が確信に変わったぞ、ディオ。君の動揺と憎悪は普通じゃない。君と実の父親の間に何があったのかは知らんが、君は父親を殺害している。俺に叶うぞ。僕もこの俺に叶うと思ったのか。俺の父親は君のような男だった。朝に苦労を俺に叶うと思った。母は死んだ。
いい気になるなよ。そっか、者が気が流れていると思うだけで気が狂いそうになる。あいつは死に値する。終わりだ。そっか、者が。よっか。終わりだ。よくもこど俺に叶うと思ったか。そう。終わりだ。俺に叶うと思った。いい日になるなよ。俺に叶うと思った。よくもこの俺に。俺に叶うと思った。いい日になるなよ。なんて爆発力なんだ。いい日になるなよ。終わりだ。どこなのが。そう。終わりだ。いい日になるなよ。終わりだ。いい日になるなよ。終わりだ。いい日になるなよ。終わりだ。になるなよ。俺に叶うと思った。いい日になるなよ。頭だ。いい日になるなよ。俺に叶うと思った。この家の財産、完全犯罪でなくてはならん。それにあの東洋の毒薬、そう簡単に西洋医学で分析などできるものか。証拠をつかむまで時間がかかるはず。君のこの7年間の考えが分かった。僕らには最初から友情などなかった。そして父にはもう近づけさせん。この薬を分析して必ず刑務所に送り込んでやるぞ。ディオ、今度は何を考えている。だが君がどう出ようと僕は戦うぞ。僕はジョースター家の
ジョナサン・ジョースターだ。もうちょっとで財産が手に入るというところだったのに。手紙など見つかったのは何かの前兆か。だがもう引くことはできない。ジョジョが薬の証拠をつかむのに3日と見た。3日の間にジョジョを何とか始末せねば。殺せ。